さあ最後になりました、恒例になりましたけども、似顔絵描いたの覚えてますか？以前ね、これやるのか。これもやります。まあいろんなマニアックな部分が今日は発揮されました。どうしよう、ね、今日は一人でね、ウキちゃんどうぞ似顔絵も描き始めてくださいよ。グフしか描けないのに。グフいいじゃないですか、グフ描いちゃってください。またただ最近さ、ハマってるものとか他にないんですか？最近ハマってるもの、うん、あの声優ごっこですね。おう、例えば声優ごっこ。え、それは何、一人でやるの？一人でやります。どこでやるの？お風呂の中で。お風呂の中。はい。お、例えば何を、例えば、うん、なんかいろん声を変えるだけなんですけど、ただ自分の。ほう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 。それをやってます。え、将来的には声優さんにもなりたいなって感じなんですか？声優やってみたいですね、すっごい。どんな作品に出てみたい？声優は、声優は、うん、そうですね、どんな作品。おう、ガンダムとかに出れるかもしれないじゃん。いや、出れるなら出たいですよ。なんかセイラさんみたいな役とかやってみたいです。セイラさんの好きなフレーズとかないんですか？軟弱者軟弱者。じゃあそれをいろんな、例えば声優さんいらっしゃいますよね、はい、まあ、少年の声で言うとどんな感じなの、軟弱者が。少年の声、うん、少年の声、はい、少年の声、軟弱者。おうおうおうおおお。じゃあ、萌え系で言うと。萌え系？はい。萌え系軟弱者言えないですね。ちょっと違う言葉にしていいですか？いいですよ。ご主人様雰囲気だけやな雰囲気だけになってきたね。いいよいいよいいよ。マジか。じゃあヒーローで。ヒーロー？じゃあ、すごいヒーローです。ヒーローの、まあ主人公ですよ。主人公が言う、発する言葉。主人公が、ええ、なんか好きなフレーズでも言ってくださいよ。声を変えて、声色変えていただいて。ヒーローが言う好きな言葉、うん、はい、なんだろう。好きなフレーズあるじゃないですか、いろいろと。好きなフレーズか、うん、今グフ書くので必死やろ。そうなんですよ。ああ、っていうかグフってバラしちゃったでも絶対書くやろなっていうね、だってこれしか書けないもん、上手に書けるそうか。でも将来声優になりたい。でもモデルさんとか声優になりたいとは言ってないですよ。でもやってみたいなっていうのあるでしょ。やってみたい、やってみたいなっていうのあるでしょ。例えばそれはどんなものにやりてみ、なってみたいんですか？声優でもいろいろあるじゃないですか。あー、どうだろうな、うん、うーんとね、うん、必死すぎるわなんか宝塚みたいな、ほう、ああいう女だけど男の声みたいなのをすごいやりたいです、うん、はいはいはい、あ、かっこいい系ですね、じゃあね。そう、あ、私だみたいなだんだんそれガンダムっぽくなってきたけど。あ、そう。でもそういうアニメとか声とか、あのお風呂場でやる、だってお姉ちゃんとかそういうの結構好きだったりとかするんじゃないですか？そうですね。一緒に兄弟でそんな話とかする時あるんですか？もう全然、っていうかそういう話しかしないですね。あ、そう、はい、恋愛話とかしないんだ。あんましないですね。おー、うん、こだわってる今。あ、もう大丈夫ですよ。大丈夫ですかはい、ということでじゃあ最後にね、締めていただきたいと思いますが、さあ今年に、まあ、2月になりましたけれども、ゆきちゃんのですね、目標なんかも、聞きながらお別れしたいと思いますが、見せてください、どうぞ。ドゥンドゥン、ようけ書いてる証拠やね。でも前回の時はちょっと見にくかったんですよ、うん、はい、ほう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 、上がりを見たら上がりを見たらちゃんといいですね。いいですか、はい、さあ今年2009年どんな年にしたいですか？2009年はちょっとセントラルに入ってからだいぶ仕事とかも慣れてきて、はい、で最近その仕事も増えてきたし、うん、自分的にこうだんだん徐々に乗ってってる感があって、はいはいはい、楽しいので、うん、今年ももっといろんなジャンルのお仕事をしていきたい。こういう映像のお仕事もいっぱいやってみたいですね、うん、いいじゃないですか、はい、ね、まあ、いろんなマニアックな部分も発揮していただいて、今年も活躍してもらいたいと思います、はい、先ほどのゲスト、月セントラル TV 星野ゆきちゃんでした。ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます。